参考、アタカス、アトラスのメス個体ヨナグニさんは、リンシメヤママユガカに分類されるガの一種。全市長は1 3 0ト、mm、ルから1 4 0ト、mm、ルほどで、日本最大、昆虫の中で羽の面積が最大のガとして知られているが、近年の研究により、オセアニアに分布するコシナセラヘラクレスにつく2位の大きさであることが明らかとなった。ホノア種は、 日本の沖縄県八重山諸島にのみ分布する。与那国島で初めて発見されたことから、与那国山という和名が付けられた。ヨーロッパ諸語では、その体が巨大であることから、ギリシア神話の巨人アトラースにちなみ、学名のアタカス、アトラスや、英名のアトラスモスのように呼ばれている。中国語では、皇帝のような画を意味する、黄ガという。インドから東南アジア、中国、 台湾、日本にかけて幅広く分布し、いくつかの亜種に分けられており、日本が分布の北限にあたる。日本国外の亜種は、日本産の AA クアンシスに比べて、羽の三角模様が少し小さいという特徴を持つ。フィリピン産のカイサル産、ニューギニアやオーストラリア北部のヘラクレス産は、ヨナグニ産より、はるかに大型の別種である。オスは、 体長48から5 1ト、mm、ル全子長100から1 3 0ミ、mm、リメートルメスは体長50から5 3ト、mm、ル全子長130から1 4 0ト、mm、ルと大型であるが、世界最大の蝶であるアレクサンドラトリバネアゲハよりは小さい。体色は赤褐色を呈し羽の前縁が黒褐色、内容線は白色である。前肢の先端が 釜状に曲がるのが特徴。後期は退化して失われているため、うか後は一切食事を取れない。幼虫の頃に蓄えた養分で生きるため、成虫寿命は長くても一週間ほどと短い。成虫の前羽先端部には、蛇の頭のような模様が発達し、これを相手に見せて威嚇すると言われているが、定かではない。10日によく飛来する。森林域に生息し、幼虫は、 赤毛や木立花、深の木、カンコの木類、扉、小便の木などを食草とする。年に3回発生する。卵の期間は11から12日。幼虫期は摂氏20度で57日、25度で43日、30度で46日。サナギは24度で28日、30度で46日。熱帯産にもかかわらず、高温で成長が遅い。 二例までの幼虫は2から5頭の群れを作る。天敵に、カタビロコバチの一種や、コマイバチの一種がいる。草地にいる幼虫は高確率で寄生される。与ナグニ方言では、アヤミハビルと呼ばれる。アヤミとは、模様のある、ハビルとは、蝶の意味である。ありがとうございます。